もともと漫画家になりたいと思ってなくって、保育所の頃からもうずっとお絵かきは好きだったので、保育所の卒園式の時に発表する将来の夢っていうのが絵描き屋さんって、正式な名前を知らなかったので絵描き屋さんになりたいと言ってたんですけど、小学校に入ってからはどっちかっていうと児童小説とかにハマってて、その作家になりたいなって漠然と思ってはいたんですね。その間もお絵描きはずっと好きで、ただ人に見られるのが極端に嫌でずっと隠してまして、で中学校ぐらいまでずっと人に隠れて絵を描いてました。イラストのビジュアルに関しては一番最初に模写した記憶があるのは北斗の拳なんですよね。実家にあった、親が読んでた北斗の拳を模写してて、してた理由っていうのが、なんか北斗の拳はそのリアルな感じでない絵だから、毎日模写してるところを見られても恥ずかしくないかもって思ってそれで模写してたのが最初で、でそれ以降は中村雄介さんっていうイラストレーターさんとか、あとはミュシャの画集とかを高校時代に買ってみて、パッと見でその画面が綺麗で心が嬉しいっていうのはすごいことだなと思って、人間をちゃんとリアルに特徴を捉えて描きつつ画面が美しいっていうのはすごいなっていうふうに思ってて、なんでそれは結構目指してるところではありますね。あと寺田克也さんも確か高校か大学の時に知ったんですけど、その時にすごいリアルだと思ってその人間の体がで、やっぱリアルに描いた方がいいな、リアルに描けるようになりたいなっていう風に、なんていうか向上心みたいな感じですかね、人体をリアルに、いろんな人をリアルに描きたいっていう風に思ったのが寺田克也さんがきっかけかなっていう風に思います。今まで自分のクリエイティビティみたいなのっていうのは、もう本当にただ単純に二十何年間生きてきて思ったことの放出っていう感じですね。普通に生きててもいろんな経験をすると思うんですけど、まあ、バイト先で例えば嫌な人に会ったりとか、あとは親子関係がうまくいかなかったりだとか、あとは子どもの頃読んでた小説とか漫画とか、まあ、そういうものがもう自分の中でこう放出されるのを待っていたっていう感じですね、その2018年まで。は本当に初めて書いた長編で、いわば処女作、創作の処女作で、その登場する3人とラストだけ決めて始めたお話なんですけど、書いてるうちにどんどん人間ってこうだ、人間ってこうだみたいなのがこう自分の中で出てきて、完全な善人とか悪人みたいなのをあまり出したくないなっていう気持ちはありました。男と女と子供の3人が旅をする話なんですけど、3人のパワーバランスをやっぱりどうすべきかなっていうのは結構こだわりではあったんですけど、普通に自然に書き分けられたかなっていうところですかね。あと絵ですね、処女作なんで不安がすごくて、とりあえず絵を丁寧にやんないと誰も絶対読んでくれないと思って、まずガタイのいい男の人っていうのを描いた経験がなかったんですけど、とにかく頑張ってなんとかなるべく丁寧に描いて、
話もできるだけその浮世なりに分かりやすく、で内容がよく分かんなくてもこうサラサラっと読めるようにな画面作り、アングルとかも結構こだわって変えたりとか、もう同じアングルばっかりだとみんなが飽きちゃうと思って絵をきれいにいろんなエピソードを盛り込んでっていう感じで、もうとりあえず読む人をなるべく引き込みたいなと思って頑張って執筆した感じですね。ファンタジーを書きたいっていうふうに今思ってる影響は、おそらくその子供の頃に読んでた上橋菜穂子さんっていう作家さんの森人シリーズっていうのがあって、それはあの児童向けのファンタジー小説なんですけど、結構国とか地域とかの差が詳しく書かれてたりして、それは結構影響が強くって、で友達と一緒に読んだりしてました。作品で言うと結構これは大人になってから見たやつなんですけど、弁護士のクズっていう漫画があるんですけど、それを見て自分の中のセンサーが一致していたというか、あ、確かにっていう思うことが多くて、で弁護士のクズは結構人間のその嫌な部分みたいなのを結構ポジティブに書いてるところがあって、人間は不完全で当たり前っていうことをきっぱりと言い切ってるんですよね、作品の中で。それが確かにそうだよなっていうふうに思ってて、結構完璧主義な親の元で育てられたので、それに対してずっとなんかあのもやっとした気持ちというのは持ってて、で当時ツイッターとかも見てて、完璧な人間にならなきゃみたいな風潮が結構強く感じられてて、でもそれはちょっと違うんじゃないかなっていう風に、その夫との結婚生活で余裕を持って初めて生まれた考えなんですけど、やっぱ人間ってまあ不完全なまま生きていくなっていうのがある時に、ちょうど弁護士のクズ一巻試し読みっていうのがあって、でそれ見て面白いって思って、それは結構その作品にメッセージを込める上ではだいぶ影響を受けていると思います。お好み焼き屋さんでバイトをしているんですけど、もう10年近くになりますかね、人生の3分の1ぐらい働いてるんですけども、今の夫よりも付き合いが長いんですけど、店長とは。もうだからいろんな話を全部聞いてもらってて、私が旧姓から結婚して今の名字になるまで、そこから武田登竜門になるまでも全部見届けてくれてる存在なので、漫画を描き始めてからも何もない時はお店のテーブルネームをやったりとかしていて、であんまり漫画を描いてるっていうことは大々的には言ってなかったんですけど、それでやっと単行本が発売されて、こんなんできましたと言って店長に見せることができて、個人的にはそのおじいちゃんに漫画できたよっていう感じで見せるというか、そういう感じに近いですね。で漫画を描き始めてからはもう外に出かけることがほとんどなくって、もうあんまりアウトドア派ではないっていうのが分かって、なのでその週3でバイトに入るっていうのはあの多少歩くので、そのリズムのおかげで今健康体を保てていると言っても過言ではないかもしれないですね。もう週3のバイトの時しか外に出ないような生活を送っていますので、もう健康面では大変助かっております。
ドガンに関しては結構バッドダックス執筆中に一応その新作のネタみたいなのはメモとして大量に書き留めてはいたんですね。でその中のエピソードのいくつかをその後短編にしたり商業誌にネームとして提出したりっていうのはしたんですけど、その中でドガンのアイディアみたいなものができたっていう感じですね。最初はとりあえず機械の体の人が出てくる話をちょっと考えてたんですけど、もうアイディア自体はもう現在の形とは遠くかけ離れてて、どっちかっていうとバディものみたいになるかなっていうふうに思ってて、それはもう本当にいずれ商業連載とかをしたいなと思ってたんで、キャラクターデザインとかをいろいろ練って、で自分の好きなビジュアルをこねていったら主要人物の2人ができたっていう感じです。でその後風景画も描いてみたいなと思って、とりあえずそのなんとなく世界観の分かる風景画を1枚描いてみようかなっていうふうに思って描いて、でバッドダックスを描くにあたって本当にその全部出したとはいえ結構封印してた要素が多くて、今思うと自分の大好きな要素である風土とか気候とか食べ物とか文化とか風習とか、あとはもうちょっとミステリアスなこととか、あとは世界観の細かい設定とか国の名前とか移動手段とか、そういうことを全部盛り込もうっていう風に、自分の好きなこと全部盛りで新作をやろうっていう感じになって、それで作ったのがドガです。もう旅物がすごい好きで、上橋なほこさんの森人シリーズ もう基本的に主人公たちが何かから逃げたりとか国をまたいで移動したりとかいう話がメインの話なので、なんかやっぱりそういうものへの憧れっていうのがもしかしたら人一倍強かったかもしれないですね。本当に田舎で育ったので夜9時以降に家を出るなんてもってのほかだし、最寄り駅までも車で20分ぐらいかかるんですよ。で最寄りのバス停も1時間に1本もないバス停まで歩いて15分、だから登場人物が移動してる話を好む傾向にありましたし、書くとしたらやっぱり自分もそういうのが書きたいなっていうのがありましたね。とりあえず今現時点での目標はドガをしっかり書き切って完結させることですね。もうそれが当面の間のこれから先数年の目標になり続けると思います。その後のことはちょっと全く想像がつかないんですけれども、ドガを執筆していく上での目標というかはやっぱり世界っていうかその空間認識とか、あとはいろんな社会の風習であるとか文化であるとかへの解像度みたいなものを自分の中で上げていきたいなっていうふうに思ってます。なんでもうちょっと政治的とか歴史的な事柄にもうちょっと興味を持って今後学びつつ執筆していきたいなっていうのは一つの目標ですね。もう全部盛りの長編なのでその後のことは考えてなくって、何にも浮かばなくなったし漫画描くの疲れた、もうやめたいと思ったら描くのをやめようというふうに思ってます。やっぱりその全くやる必要がないところから描き始めたっていうのもあるんですけど、その描いても描かなくてもいいっていう状態に身を置くのが一番自分の精神的にも漫画の内容的にもいい方向に転ぶと思ってるので、ドガ執筆後も漫画を描き続けるっていう宣言はしないようにしてますね。なるべく漫画を描くことを自分に無理強いしないで生きていけたらなっていうふうには思ってます。ただまあでも漫画は描いちゃうんじゃないかなとは思います